で、一応さっきの結論もう一回言いますね。未来が全部確定的に決まっている、その決まっている未来が存在する、存在するけれども、いいですか、それを今写真に撮ることはできない、存在してないから。必ずこのドミノ倒しの結果として存在はするけど、今まだ存在してない。で、この未来の構造っていうのを例えて言うならばですね、今10メートルの廊下があるとする。その10メートルの廊下の端にスイッチがあるとする。この10メートルは電気がついているんだけど、その先の廊下は電気がついていない。で、この10メートル歩いていった人は次の10メートルを明かりの中で歩きたいから、必ずそのスイッチを入れる。そうすると次の10メートルの電気がつく。で、10メートル歩いていくと、またその先の廊下は電気がついていない。ここにスイッチがある。必ずそのスイッチを押さなければ歩けないのだから、必ずこのスイッチを押す。という構造になっているみたいだ。わかりますかね、言ってることが。だから、その、じゃあ、30メートル先の廊下は電気がついてるんですか？ついてません。まだついてないんです。でも、じゃあその30メートル先の廊下を歩くときにはどういう状態で歩いてるかというと、電気の下を歩いてるんです。だって真っ暗闇を歩くわけはない。必ずここでスイッチを入れて、必ずこの電気の下を歩くようになっている。そういう構造になってるみたいです。わかります？だから今30メートル先の写真を撮ることはできない。つまりその人が明るい電気の下で歩いてるところを今写真に撮ることはできないけれども、必ずその人は30メートル先この廊下を歩くときは電気がついた廊下を歩いてるんだって、そういう構造なんです。ですから皆さんはまだその状況が来ていないという意味で未来なんですけれども、その構造が分かってしまうと、ただ自分が選択の場所に来た時にどっちの選択を選んでもいい、足踏み選択でもいいし、手もみ選択でもいいし、全自動選択でもいいんです。どの選択をしても結局自分のシナリオ通りである。で、実際にね、私の知り合いで、知ってる人で、50何歳で急死した人がいるんですよね。で、その人が死ぬ半年前から、まあ、心臓麻痺で死んだんですけれど、死ぬ半年前から、これは本の中にもちょっと書いておきましたけど、12月30日の朝8時半に死んだ方なんです。で、6月とか5月ぐらいに友人知人何十人かに、今度の12月30日が来てほしくない、12月30日来るの嫌なのよねってずっと言い続けたそうで、で、12月30日の朝、ご主人と、まあ、朝目覚めたわけですけど、そしたらその時に猛烈なその咳込み方をして、これは尋常な咳込み方ではないと思って救急車を呼んだんだけど、救急車が来るまでの10分ぐらいの間に息を引き取ったそうです。心臓麻痺ですね。で、そのご主人はその事実を知らなかったんだけど、半年後ぐらいにその病院のボランティア仲間を20人ぐらい集めて、まあ、追悼会というか忍ぶ会をやった。そしたらそのボランティアの仲間がね、ほとんど20人ぐらい全員同じことを言ったそうです。その方が、奥さんが半年も前から、死ぬ半年も前から、その12月30日来るのが嫌だ、迎えたくないって言ってたって、一人一人に。なんでだか分かんないけど、この日を迎えたくないって言ってたそうです。で、そういう事実を私はこのご主人から直接聞いているので、嘘の話ではなくて本当の話です。で、こういうことが分かってくると、まあ、こういう例がたくさんあるんですけれど、自分が死ぬのを予見していたような人が世の中にたくさんいる。その事実がたくさんあるんです。で、皆さんもし飛行機に乗ることがあったらですね、家族に対して冗談でも言っちゃいけませんよ。もし私が死ぬようなことがあったら、保険金たくさんもらってねとか、そういうの言っちゃダメですよ。そういうのを言った時危ないですからね言わない方がいいです。我慢して我慢して絶対言わないって決めといた方がいいですね。言った時危ないですからね、はい、だから言った人がいるとしたら、その人と一緒に飛行機乗らない方がいいと思いますね保険会社の人に聞いた話なんですけど、なんか
1000円でその飛行機が事故がないようにっていうので、こう、1000円で入る場合があるでしょ、なんか生命保険とは別に空港で入るやつで、これにね、入る人がたくさんいるとですね、保険会社の人が飛んでいく飛行機見ながら落ちないように念じてるそうです。落ちそうになってもフラフラ飛んでいるという念力で飛ばしているんだという話がありまして、なかなかこれ面白い話ですが、一応そういう未来的なことっていうのはどうも決まっているらしい。で、さっき言ったように未来的なことが決まっていて、その未来に向けての状況が一つ一つ組み立てられていて、幼い時に遡っていくんだということが分かってくると、この幼い時に両親が仲悪くて、ね、子供が親を迎えに行く、母親を呼びに行くなんていうのはすごい悲しいことだ、辛いことだって皆さん思うかもしれないけど、そうじゃないんです。旅行作家として食べられるようになった人間からすると、幼くして旅ができるような状況にしてくださったこの両親に感謝をしなくてはいけないんです。ただ私たちは物の見方がものすごく狭いから、その幼い子供の前で夫婦喧嘩をして家に帰っちゃうような母親、それを返してしまうような父親がひどい人だっていうふうに取りたいだろうけれども、それは単に狭いからであって、広い見方をすると全部この人のシナリオ通りに現象が起きているということです。皆さんがね、今マイクを一人一人こう私がお渡しをして、なんか人生の前半生で大変なことがあったんじゃないですかって言ったらね、どんな人も、どんなにニコニコしてる人もマイクを持って2時間ぐらいは喋れますよ。ここにいる人は全部大変な思いをしてるんです。そういう人でないとここに来てないから。で、その大変な思いをしてるっていうのを、今この瞬間から大変な思いじゃなかったのかもしれないって置き換えてみてください。ものの見方をちょっと変えてみてください。そのおかげで実はここに引っ張ってこられていて、例えばこれからあと1時間以内ぐらいに私はその人生の本質的な話をするんですけれど、一生涯こういう話に永久に出会えない人もいるんですよ、その本質的な話に。で、そのためにあの悲しいこと、あの辛いこと、あの大変なことがあったがゆえに、ついにどっかで網に引っかかってここに来たわけですよね。どっかのネットにすくい上げられたわけですね、底引き網かなんかで 定置網かもしれないけれども。で、どっかで引っかかるためには必ず自分の中に悲しみだとか辛さだとかっていうのがあったはずで、それがなければ皆さんここに来ていない、一人一人がですよ、ということを考えたら手を合わせたくなる。お釈迦様はね、こう言ったそうです。砂をザバッと左手にすくい上げた。で、これがこの世の衆生、衆生っていうのは大衆のことですね、人々のこと、これがこの世の衆生である。で、親指と人差し指でひとつまみして、これがこの人たちが正しい生き方を模索している人たちであると言った。これが。で、左手を返した。こういうふうに。で、もちろん大きな砂は全部落ちるわけですけど。で、親指の爪の上にパラパラとこの砂を乗せて、この親指の爪の上に乗った人が、その答えに、正しい生き方の答えに出会える人であると言った。皆さん、今日おめでとうございます。爪の上に乗りました。揺らしますよ、これから。ほら。落ちないでください。しがみついてた方がいいと思います。分かりました。自分がどれほどついていたかっていうのが、ここに来るに至った人は本当に日本の人口の、世界の人口の中の何パーセントなんてもんじゃないです。ひとつまみどころか本当に数粒しかないんですけど、その親指の上に乗って今日は良かったですよね。ね、私たちの人生というのは未来に向けて生まれた時から死ぬ時まで全部自分でシナリオを書いてこの世に出てきたらしい。で、その
私たちのシナリオを未熟なるがゆえに、その人生の前半生の出来事に対して、ああじゃこうじゃ、ああじゃこうじゃ、評価論評をしていいとか悪いとかって言ってしまうんですけれども、物の見方を広げていくと、あ、全然嫌なことだったんじゃない、今私がこういう状況になるためには絶対これが必要だったっていうことに気がつくんです。その必要だったことのおかげでここに来た。これをちょっと分かりにくいですことになります。私たちは辛いとか悲しいとかってついつい言ってしまうけれども、辛く悲しいと思えるのは私が未熟だから、物の捉え方ができてないだけで、実は全部前半分と後ろ半分、その一つが全部幸せというもので統一されている。この前半がなければ後半の美味しさがないんです。空腹があって初めて美味しさが存在するんです。わかりましたか？そういう構造なんです。正しい生き方を模索している人たちがいる。正しい生き方っていうのはどうしたら楽に幸せに生きることができるか、その答えに出会える人ってこんだけしかいないんですけど、今日皆さんはこのわずかなこの爪の上に乗ってしまった。この人たちは愛しいので私は舐めることに。どうかしました皆さんと。どうかしたなんて言ってることはこの人はどうかしてるぜって。はい、どうかしてるんです。で、これが分かってしまったら、もう辛いとか悲しいとかっていう話はだいぶ自分の中で、コントロールできるようになり、乗り越えることができるようになります。1月1日、西暦2000年の1月1日、ある55歳ぐらいの方が玄関を出た時に、たまたま玄関先が凍っていたがゆえに滑って転んで転倒してしまった。付近を通りかかった人がその転倒した人を見て無視していったんですけど、これを転倒無視という。でね、右手をついたんですけど、こういうふうにつけばいいよかったんですけど、こうやってついちゃったって、それはもうとっさの時ですからどうしようもないですね。こういうふうについてしまった。恨めしいつき方をしたわけですね、こうやってね。でここを切ってやってしまったんですね。手首の骨を10箇所複雑骨折した。1月1日だから整形外科の先生がいなかった。宿直当番の人しか痛み止めの、注射を打ってくれて、ギブスをはめただけであった。で、それから毎日毎日とにかく痛み止めを注射に行ったんだけども、とにかくその手術をするには1週間とか10日経ってからはちょっともう遅いということで、もう復活し始めてるわけですから。で、結局ね、3月の10日まで全然何もしないことになったんですね。ただギブスをはめてこうやってるだけ。3月10日何があったかというと、私の講演会があったわけです、その人が主催で。で、その方は小林の話も5年も6年も聞いてきていて、ありがとうありがとうを言っていると、人間の肉体がどん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 復活するっていう話を聞いてたもんですから、病院の待合室で1月1日ここ10箇所ってものすごい激痛に襲われてる時でも、待合室でありがとう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 言ってたので、看護婦と医者と他の患者が目向いてたそうですね。なんじゃこの人は。そりゃそうでしょうね、手を打ってこんなになって。普通はこのくらいしかないね、この辺まで手首がつくぐらいだったそうですから、それはありがとうありがとうありがとうって言ってんだから、ものすごく怪しい人ですけれど。で、娘さんが、息子さんがいて、息子さんがちょうどその結婚するのが1月末ぐらいになったんですけど、結局その結婚式も、出たのは出たけれども何にもしてあげることができないと。右手が動かないから。で、右利きの人だから料理も作れないし、電話をかけることもできないしっていうので、随分周りの人にいろいろ手伝ってもらったんだそうですが、で、その息子さんのお嫁さんが風邪をひいたんだそうですが、その風邪の時に何か雑菌を、変な雑菌を引き込んでしまって、まあ、免疫抵抗力が落ちてたってことだと思うんですが、
で変な菌を引き込んでしまって、死ぬの生きるのって渋滞既得っていう状態になったそうです。でそんな状況でもう自分はその毎日お見舞いに行ってるんだけど、新婚ですよ、新婚のその息子の嫁だから可愛くて大事にしてあげたいところなわけですけど、それを全然、その今まではね、自分の家族が入院したりしたりすると煮炊き物をして一生懸命おにぎりを持って行って本当に大事に大事に一人一人家族をしてきたらしいんですけど、その時は何もできなかったって、握れないし煮炊きもできないので、で3月10日に小林正観の講演会が主催するのであると。でもし正観さんのその講演会がなかったら私崩れてしまって壊れちゃってダメになってたと思いますって言ってました。この日を生きがいに頼りに生きてきたって言うんですよ。で3月10日に私が着いた港に、車で迎えに来てくれたんですけどね。でその時に、今日まだ痛いっていう状態でその話を回してくれたわけですね。で車の中でですね、そうですか、1月1日にやって今3月10日ですよね、2ヶ月と10日くらい経ってるわけですね。その間に、あ、その前にこの質問したんです。手を折ったのは初めてですかって言ったら、骨折したこと自体が初めてですって。手を折ったことはない、もちろん骨折したこともない、それはどうもお骨折りいただきましてって言ったんですけどで初めてですかって言ったら初めてだって。じゃあ生涯1回っていうことですね今のところ。そうです。じゃあお聞きしますが、生涯1回しかないようなことが1月1日から3月10日の間に起きませんでしたかって聞きました。骨折り以外のことですよ。そしたらその人がね、3秒ほど考えていてね、鼻水が、ありましたって言うんです。でどんなことですかって言ったら、その方は俳句をやってるんですよ、主婦だけど。俳人、俳人つってもあのヨレヨレしてるって言ったら元気な俳句の人ね、で俳句をやってる人なんですけど、その人がね、5年ほど前に小林に出会って、3年ほど前から2年間ありがとうをずっとね言い続けてきてね、その4年ぐらい前か、それで1年ぐらいありがとうを言い続けて、3年ぐらい前からね、作る句作る句が全部入選するようになってるんですよ。で技術的に何も勉強してないんだけど、その心の中でありがとうを言うっていうことをやり始めたら、全く今までと違う局面になって、あの遠くって言うんですけど、投げる句と書いて遠く、その雑誌だとかに寄稿するの遠くって言うんですね。どんなに近くに出しても遠く松山に住んでる人が松山の雑誌に、あ、松山って言っちゃった、誰だか分かってしまう、ね、いいや分かってる。で松山はその人口が20万なんですけど、半分の10万人ぐらいが俳人なんですよね。小学校から中学校から もちろん70、80の方までやってるわけです。ものすごいそのそこの広がりを示してるレベルの高いあの俳句の町なんですけど、正岡子規のふるさとだから、川東碧梧桐とか高浜虚子とか読めないでしょ。川東碧梧桐なんて書けますか、川東碧梧桐で。とりあえずそういうところでやってた人なんですけど、その人が2月号でものすごく有名な雑誌、俳句雑誌の2月号で関東というのに選ばれたそうです。でその主催している方がなんか俳句論を20ページぐらい書くわけですね。それからその次に紹介するときに、遠くっていうのは極だから、極遠くごく遠くに投函するわけですけど、ごく出すんだそうですが、そのごくが全部紹介される人っていうのは頭の方に乗っかって、で4句、紹介される人、3句、紹介される人って、で2句1句紹介される人っていうのがいて、みんなごく出しているですって。3句紹介される人なんか、そこからやっぱり感謝の心が湧いてきますね。I thank you
で、そのごく紹介される人の中でも一番頭に最初に紹介される人を巻頭と呼んだそうですが、その雑誌の巻頭って生涯一回あるかないかなんですって。ものすごいレベルの高い雑誌なんだそうです。それに2月号に紹介されたんですって。何十人かから電話があって、おめでとうって言われたそうです、先輩のその俳人仲間から。で、そんなすごいことなんですかって言ったら、この雑誌の巻頭はすごいのよって、まあ関西に住んでる方ですけどね。って言われたんですって、多くの人から。で、小林が言った話と、その2月の巻頭の、その生涯に1回あるかないかって言われたんですって、たくさん。その話とが結びついたんですって。青函さん、じゃあもしかしてこれでしょうかっていう話、生涯に一度あるかないかな。その先輩連中が電話してきた人がみんな同じこと言ったそうです。この雑誌に紹介されるのは、巻頭を取るのは生涯に一度あるかないかだっていう言葉を何十回と聞いてたそうです。その同じ言葉を小林から聞かれたわけですよね。ねえ、生涯に初めて骨を折ったんですよね。じゃあ生涯に一度しかないことが最近ありませんでしたか。ありました。その2月の何とかという雑誌の巻頭を私いただいたんですって。すごい名誉なことだそうで。ああ、それです。